シネマティックブログを作ってみたい、それから現時点ですでに作ってるよって人、そしてクライアントワークで映像制作をする人に超おすすめ、編集効率が良くなるタイムラインの作り方をシェアします。制作する動画のトータルの尺、まあ動画の長さね、これが長くなればなるほど使うクリップ数が増えたり、あと音楽とか効果音もね、膨大な量を使ったりしますよね。動画の尺がまあ短い場合でも、例えばそのサウンドデザインとかにこだわった映像なんかは、まあどうしてもね、効果音とか音楽の種類がね増えてきて、その編集のタイムラインがこう乱雑になって見にくいってことないですか？これ一人で作業してたらまだね、自分だけこう頭の中で分かってればいいんだけど、その短編映画みたいに複数の人で、例えばそのカラー担当、僕カラー担当ですとか、あとカット編集担当、それからサウンドのね担当とか、まあ担当がそれぞれ分かれてる場合は、どこをどうクリップつなげてるのかとか、まあ、これって何の素材だっけなっていうのが、まあ、パッと見て分かりづらいですよね。あ、でも複数人じゃなくて、まあ一人でね編集やってても、編集した後にちょっとしばらく時間空けちゃったりすると、どれがどのクリップだっけなっていうことにもなるんじゃないかな。そのタイムラインを誰が見ても見やすく、作業の効率化が図れるそのタイムラインをね、実際に見ながら今回は解説していきます。で、今回シェアするのは3つ、これをやることで、まあ、誰が見ても分かりやすいプロジェクトになります。じゃあまずね、1つ目、タイムラインじゃないんだけど、まあ、ファイルをそのフォルダごとにこう分けるってことですね。これ結構ね、やってない人も多いんじゃないかなと思います。ポストプロダクションで使う素材には、例えばその動画の素材と音楽の素材で、効果音とかね、プロジェクトファイル、まあ、それから YouTube とかだと、まあ、サムネイルっていうね、いろんなこう種類のファイルをね、一箇所のフォルダに集めて、それを編集すると思うんだけど、それを僕はなるべく分かりやすくフォルダ分けしてます。普段やってるのはこんな感じで、プロジェクトファイルのフォルダ、それから動画素材はビデオっていうフォルダを作って入れてます。で、 BGM と効果音は同じ BGM のフォルダを作ってその中に入れてます。で、場合によっては BGM フォルダの中にミュージックとサウンドエフェクトのフォルダをね、さらに分割して作って細分化するっていうこともあります。それから、まあ、サムネイルのフォルダね、最低限この4つのフォルダを、まあ、プリプロダクションの時点で制作して、で、撮影した素材なんかをすぐにフォルダ分けできるように僕はね、準備してます。で、こうすることで、まあ、第三者にファイルを渡し、ファイルごとこう渡した場合でも、どこにどんな素材があるのかっていうのがね、分かりやすいんじゃないかなと思います。それから2つ目、これはあくまでもね、僕のやり方なんだけど、各シチュエーションごとに何のシーンなのかっていうのをね、分かりやすく注釈を入れるようにしてます。まあ、どういうことかっていうと、例えばね、これ以前のね、あのダイヤモンドプリンセスっていう豪華客船のプロモーション映像をね、制作した際のタイムラインなんだけど、こうシーンごとに分けてここね、表示しています。僕は動画作品を作る時にはね、ストーリーを大事にしてるんで、特にこの時は朝から一日が始まって昼夜とイベントがね、続いていくっていうストーリーを作ってたんですけど、この時に、まあ、ここにね、あるように朝昼夜という表示をさせて、まあ、どこまでが朝のシーンなのかとか、どこから夜のシーンなのか、まあ、タイムラインの全体を見て、例えば朝昼夜のね、シーンの長さのバランス、朝のシーンがちょっと多いかなとか、夜のシーンちょっと少なめかもなっていうのを、これを見て一目でわかるようにするっていう意味も込めて、まあ、このね、シーン別のタイムラインを作るっていうことをやってます。あとは、まあ、細かいシーンを作ることで、第三者から見ても、動画をいちいちね、再生しなくても、ここが何のシーンなのかっていうのがね、一目でわかるようになってます。で、この作り方はね、めちゃくちゃ簡単で、調整レイヤーを作ってあげて、で、タイムライン上に載せて、あとは名前をね、変更するだけです。これでパッと見分かりやすいタイムラインがね、できるんじゃないかなと思います。
で朝昼夜だけじゃなくて、まあ、例えばその船の外観シーンだとか部屋のね紹介のシーンとかね、細かいシーンがあるんだったらそれを分けても面白いかなと思います。それから最後3つ目、タイムラインの色分けですね。こっちのダイヤモンドプリンセスのプロモーションの映像は僕一人で短時間で編集をしたんで、まあ、特にねタイムラインの色分けっていうのはしてなかったんですけども、こっち側ね、あの短編映画ストーリーオブキングっていうね短編映画を作ったんですけど、こっちの方はカット編集する人とか、あとカラコレカラグレを専門でやる人とか、あとサウンドを担当する人、僕サウンドを担当したんですけど、サウンドを専門でやる人と、まあ、何人かで編集のタイムライン、同じタイムラインを触るっていうね予定だったんで、あらかじめ色分けのルールを決めてました。まあ、例えばサウンドに絞って言うと、この青がね効果音で、ここの下にあるブラウンがね BGM って感じで分けてました。この短編映画でも、まあ、シーンごと、例えば過去編、未来編、その後編ってね3幕構成にしてたんで、シーンごとにこうパッと見て分かるようにこれもね色分けをしてたんですよ。これでまあちょっとね未来編が多すぎるなとか、まあ、全体のバランスを見たりねしてたんですよね。ちなみに色の変更方法は簡単です。クリップ上で右クリックして、でラベルで色を選ぶって感じですね。でこのラベルの色なんですけど、もう一個ねメリットがあって、ここにあるラベルグループを選択っていうところを押すと、同じラベルがね瞬時でね複数選択できるんですよ。でそれが何がいいかっていうと、例えばねその同じグループの効果音がうるさいから、ちょっと原因を全体的に、まあ、マイナス3デシベルぐらい下げたいなって時も、あらかじめ色分けさえしてれば、いちいち一個ずつ選択しなくても一括選択で作業効率化にもなるんですよ。まあ、最初はねちょっとね色分けとか、あのシーンごとにね分けるっていうのめんどくさいなって思うかもしれないけど、プロジェクトが大きくなってくると、まあ、こういうね細かい工夫をしとくことで後がね楽になることも多いんで、まあやってなかったって人はねぜひね参考にしてみてください。でこのチャンネルではこういった編集とか撮影のチュートリアルなんかもね動画にしてます。でその他映像機材のレビューなんかもしてます。まだチャンネル登録してなかったって人はね、チャンネル登録とベルボタン高評価を押してくれると嬉しいです。それじゃあまた次の動画で。